操作アットさん、ボイ、iPhone から、キアス配信っていう URL。これでグループでしょ？違うよ。違うの？だって、社債にしてるじゃん。グループじゃねえじゃん。うん、そうだね。テロップ、九州にしてみる。九州、東北。あのね、もう、ナンバーですぐバレるって嫌だ。あそこなんだよな。そうなのよ。じゃあ思い切って山口宮城って日本横断、日本縦断ね。じゃあ日本縦断、わあ、はい、ジメさんいらっしゃい。わあ、いやあ、はい、二名さんいらっしゃい。とりあえずね、ご飯食べたいね。うん。3000円だって、ビジネスホテル。ああ。とりあえず今日は福岡。ここら辺でもいいよ。どん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 予定が狂ってくるぞ。福岡まで行っちゃうか、うん、ご飯食べるとこでちょっと宿を探さないと。それがないんだよ。そんなのないよ。うん、点々が足りんねこれね。あー点々足りねえな。ギにしてほしかったね。残念。でもさっきのいわきナンバー良かったよね。ね。うん。心が和んだ。お腹が空いた。君はね。うん。外科肛門科。行ってもらえばいいじゃん。やだよ。向こう雨だね。雨っぽいね。なると、はい、運転よろしくって。君はいつ運転するんで、そしたら。んしないつもりだね。雲がいる。ほらおい、なんだよ、つもりだね。ちょこっとするかもしれないし。多分しないね。うん、了解。違うとこに行っちゃうよ。確かに。な、それあるから怖いんだ君は。あ、これドラ焼きさん。ドラえもん。え、めっちゃ雨降ってな、あっちの方。降ってるね。雷だったね、今ね。無理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 。綺麗な雷だった。初めて見た、あんな雷。怖ええ、一本線でパシャーンって。でかくなかった？なんかだね、でかかったね。やば。いや、超怖いんだけど。大丈夫でしょ。え、ゴロゴロ言ってる？言ってる要素がないよ。うん、ね。うわ、めっちゃビビった。え、何あれって思う。雷。嫌なんだけど。何あれって言われたら、雷。
揚げ先だよってな、すごいな。食っときゃ1時間半でさ、あーあれ富士山っぽくねとか、伊豆大島じゃんとか、あここ名古屋かとかって、1時間半でさピューンって来たのさ、何日もかけて戻んなきゃいけないんだよ私は。一人じゃないからいいじゃないの。うん、そうね。松岡病院向こう雷めっちゃ鳴ってるじゃん。おお。近寄りたくないんだけど。入れよシェンロンみたいな。怖えよ。だって真っ暗だもん向こう。角刈りだったな今の子。トス入ったよ。ですぐ久留米でしょ。すぐなんのかな。なんかそんなあれだったよ。向こうの空真っ黒だよね。やばいね。来たらそれしかないよね。マルコーラーメン。余計ややこしくなるから。ね、本当に自衛隊ですね。7月の末からね、うん、もうバタバタバタってしとったけんね。ほんじゃ頭の中もパーン、なんかパッパラパーンになるわな。とりあえず向こうの空が黒いぞ。こっちも分かるやつ。なんだ。よく分からん。あれ俺のジャックは買ってないじゃん。違うペットボトルのやつあったっちゃ。知らないよ。あ、ここだ。なんだよ。雷感動したよ。いや、あそこ一部じゃない、なんかあの辺だよね。あの辺っていうと、でもこっちでもなんかゴロゴロ言ってるね。これソーダロでしょ。違うわ。コロッケだわ。
インディはダンディ坂野だし。ピザーラは出川だし。めっちゃ暗い向こう。福岡方面だよね、あっちはね。熊本の方見るとね、晴れてんだよ。なんだこんとこ雨降ってんかね。いやー、これだと降ってっぺ。聞いてみようかな、まだこんとこさ、大雨って聞いてみたらいい。だってめっちゃこっちさ、稲光になってるよ。稲光、江の島が見えてきた、俺の家も近い、ふもと駅。大将。もう一回、もう一回、もう一回。バリウマカツ丼。なんか何でも美味しそうに見えてきたもん。うん、マジで。吉牛でよくね。吉牛はちょっと嫌だ。なんで？なんか、だってあるもん、どこにでも。てかうちの近所にあるし。歩いて行けるから。いや好きや。が鳥栖市一本松、うん、めっちゃいちゃっとるじゃん。ケツがパッカンってなったほらパッカンってなるよやめなさいって。これ雨で渋滞？いや普通に渋滞だと思うよこれ。だろうね、ここだって今回こんな。大丈夫？起きてる？起きてるよ。お前に言いてえよ俺は。お前にめっちゃ光ってんだけど。あれ九州新幹線よね。もう嫌なんだけど。34キロ、久留米6キロ。
崎高宇治通行注意なんて浸水だと思う。風もすげえんだけど、え、もしかして台風こっちに来てるとかありえなくはないよね。調べてみよう。そうしようね、一名さんねめっちゃ光ってるよ。なんかありえるな、それめっちゃ光ってるよ。まだ違うわけだ、うん、ったこれ。じゃあこの雨雲、雷雲は何だろうか、うん、もうここら辺で運転やめなさい。え、めっちゃ長くない？あ、このコカ・コーラ、うん、大型トレーラーだけどね、かっちょいい。後ろタイヤ3つあるもん。なんかかっこよくない？運転手さん。あー、でもトレーラー持ってる人だったら、混んでるね。高速のとこ良くなかった？ここまで来て、うん、とりあえずどっかご飯食べたいな。うん、うん、もう次食べ物屋さんあったら入ろう。もうそれしかないけん。もうだって腹減ってんもん。で、宿さ、あの抑えとかあるって言ってるけどね。どうする？高速のパーキングになったら
え、またそこまで行くのが大義くない？え、だってどこにある？出たよ、出たよ、今一言お前なんつった今。どこにあるか分かんないもん。そこまで行くの大義くないって言ったよ、ね、出たよ。一番そこじゃない？え、そういうのも全部調べたいじゃん。だからさ、もしかしたらあるかもしんないじゃん、下関とかさ。下関ないよ。え、ない、いや、え、あったようななかったような。でも周りなんもないけどね。まあとりあえずほんと、うん、あとお土産屋さんも大したことがないし。いや違う、ちょっとお腹すいたねって、ほらなんかちょっと買おうかなと思っても何もない。あそこ下関、うん、下関で佐世保バーガーが買える。食い物に関してだけはほんと知識ある。話をそらすんじゃないよ君は。もうなんだかんだ草だ。さあ、なになに、なに、え、草だ知らないの？知らない。ほら、あなたの大好きな雷が鳴ってるよ。知らん。え、マジで？うん。え、でもね、ラーメンがいいね。何？ラーメンが食べたいの？いや、弥生くんでもいいし。定食屋さん。あのね、うん、今、今言わない、うん、今言っちゃダメ。雷は鳴ってるね。楽天ね、本当にね、本当に、うん、だと思う。最近さ、うん、俺の悩み聞いてもらっていい？あのバイトで被るヘルメットね、臭い。アブレードすればいいじゃん。終わった後に、うん、メットかぶってね、シールドバッて下げるとね、自分のその汗の匂いでがね、メットの中に充満してね、具合悪くなるの。いや絶対嫌だ。だけパブレッジやっとけばいいのに。
けそうじゃね。お風呂入りたい。布団積んだお前これ。積んでない。もういいやと置いてきた。言いたいことは今分かった。嫌です。え？あそこでしょ。おい、快活あるぞ、快活。だってさ、何、ね、こうやって喋れないじゃん、入っても。うん、喋れないよ。うん、しかも人多いしな。大丈夫。横？うん。あ、これバックしやすい。N よりバックしやすい。じゃあ配信。